こんばんは。6時のニュースをお伝えします。昨日から東京都板橋区西台3丁目付近の路上で、男が通行人である複数の女性のブラジャーを巧みに盗むという事件が発生しています。実際に事件のあった現場に福井アナが向かっていますので、詳しい話を聞いてみましょう。福井アナ。はい、福井です。こちらが実際に事件の起こった現場なんですけども、被害女性の話によりますと、あの女性がこちらの路上を歩いてた際、後ろから急に男が近寄ってきて、巧みにブラジャーを外し、そして走って持ち去ったとのことなんですね。はい、でこちらの場所であと3人ほど同じような被害に遭われた。例の事件の取材ですかね。あ、ご存知ですか。あ、てかその普通にここら辺今危ないので、はい、早めに切り上げた方がいいですよ。あ、はい、はい、ありがとうございます。すごくお綺麗なので危ないので。あ、はい、ありがとうございます。はい、では失礼します。はい、気をつけて。はい、はい、あ、ちょっと待ってください。はい、あなた犯人